んなにたくさんの方の前で本当にやるといつも緊張してね、声がぐーっと出なくなるんですね、本当に、今日はどんな声になっているのか分かりませんけどすいません。で、次に、ですね、1977年に、リリースされているんですけども、さだまさしさんの曲でかかしという曲をやってみたいと思います。実は皆さんご存知だったと思うんでしょうけど、私は実はこれ5年ぐらい前に初めてこの歌をあるのを知ってですね、実はそれ聞いた時にハッと我に返ったのが、私が岩手から就職で出てきて、で3ヶ月ぐらいですね、右も左も分かんなくても必死で仕事をしている時に、親父からやっぱり電話がかかってきてですね、お前な、たまにはおふくろに電話してしろ、なんでって言ったら、実はおふくろがですね、やっぱり私が出て行った翌日から毎日私の部屋にいてぼーっとしてると。ですから手紙、本当に手紙か電話何でもいいからしろって。で当時は若かったんで、あ、そうか、めんどくさいなと思いながら、ちょっと手紙を書いてね、出したんです。で、それ5年前にこの歌をこう初めて聴いた時に、はぁ、やっぱりおふくろってやっぱり本当に心配してたんだなと思ってですね、で、あの時にもっと優しくしとけばよかったななんてね、いや、まだ生きてるんですよ、はい、ということで、かかしをやってみたいと思います。
頼むの一言でもいい。お前の笑顔街は見る。僕のに聞かせてやってくれ。元気でいるか街に言われたか。友達できたか。寂しいかないか。お金はあるか。今度いつ帰る。寂しいかないか。お金はあるか。今度いつ帰る。声聞きました。嬉しいです。嬉しいですね。はい。